皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。さて iWave 松阪のアナウンサーに月に1、2度松阪高校放送部の皆さんに出演してもらっているのを皆さんご存知ですか。アナウンサーとして活躍してもらっている学生さんが今度は松阪市を応援するこんな CM を作ってくれました。ねえ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 、あのね、伝えたいことがあるんだけど、松阪市の SNS フォローしてね。え、そっち。脚本演出出演は松阪高校の高校生、撮影編集は松阪市の広報スタッフということで共同で制作しました。これから iWave 松阪の CM として活用します。またこれからも市の取り組みを応援する CM を考えたいということなので、次回作もお楽しみに。それでは今回のラインナップです。災害時の避難所生活に役立てようと、市内企業と段ボールベッドの調達協定を結びました。去年度の中小企業ハンズオン支援事業の最終報告会が行われました。令和元年第2回松阪市議会定例会が開会しました。子育て一番情報、今回は親子でマジックを楽しめるイベントが開催された話題です。市内の街並みや景色を紹介するコーナー行こっか。今回は松阪農業公園ベルファームから発坂山登山口までを紹介します。